第二大シャノン死者クリチャード・ボイルは、グレート・ブリテン王国の将校で、政治家である。アイルランドでのウィリアム・アイト戦争における、ボイン側の戦いや、大同盟戦争におけるネイル・イン・デンの戦いで、勝利を務めた後、スペイン継承戦争の B5-1 の海戦で、主流弾旅団を指揮した。この戦いにおいて、フランスをルいルスレド・シャトーイコールルノー・フランス元帥、率いるフランス艦隊と、 マニュエルデ・ベラスコ・ジェテファーダ率いるスペインのガレオン船、輸送船をすべて捕捉あるいは破壊した。その3年後にはバルセロナでの襲撃に参加した。ボイルは1720年代から30年代を通じてアイルランドの王国陸軍の最高司令官を務めた。スペイン継承戦争における B51 の海戦リチャード・ボイルとエリザベース・ボイルの 息子として生まれ、オックスフォード大学で学んだ。ボイルはその軍人としてのキャリアを、アイルランドでのウィリアム・マイト戦争における1690年7月のボイン側の戦いで、第2代、オーモンド・コー・ジェームズ・バトラーに仕えるボランティアとして始めた。彼は負傷し捕虜になりながらも、大同盟戦争における1693年7月のネイル・インデンの戦いにも参加した。 翌1694年2月16日に、オーモ門ド港の騎兵隊の将尉と陸軍の中尉に任命され、1697年にはそれぞれ中尉と、少佐に昇進した。ボイルは1699年に、父方の祖父フランシス・ボイルから、シャノン施策を承継した。1702年2月には、デンマークのジョージ王子海兵連隊の大佐になり、 同年10月のスペイン継承戦争における B5-1 の海戦で主流弾旅団を指揮した。この戦いにおいて、フランソワルイルスレドシャトーイコールルノーフランス元帥、率いるフランス艦隊とマニュエルデイベラスコジェテハーダ率いるスペインのガレオン船、輸送船をすべて補足あるいは破壊した。B5 での功績によりボイルはアン・ジョ王にフランス艦隊の破壊を報告するために、 帰還を許された。女王は千ポンドの報奨金を与えた。ところが1703年1月、彼はピカデリーのセントジェームズ教会でのあるスキャンダラスな活動に関与していたとして告発された。1704年に順庄に昇進したボイルは、1705年にバルセロナで成功した襲撃に参加した。彼は再びその報告のために帰還した。 安城は再度報奨金を与えた。1708年には少々に昇進し、その年陸軍の共同管理者となった。また同年、アランデル選挙区選出の庶民議員となった。キットキャットクラブに所属するとすぐに、首相やボイルを議会の候補者として指名したスカーバラ白党の有力者に近づくことが容易になった。この当時ボイルは極めて素晴らしいその会話の中に、 誠意と率直さが見て取れると言われていた。議会では、ホイック等を支持し、ヨーロッパ大陸から亡命したプロテスタントが、グレート、ブリテン王国に入国するのを許可する、1708年、外国人プロテスタント帰化法に賛成した。1709年、ボイルは中将に昇進した。その年の終わり、ドーバー城の副知事となり、1710年、ヌーベルフランスを攻撃する。 秘密裏の、しかし不十分な遠征隊を指揮する任務を与えられた。スカーバラ博はすでに、アランデル選挙区の立候補者を指名する立場では、なくなっていたため、同年ボイルは選挙区をハイズに変更し、同セット校の指名を受けた。議会では、ホイック党の方針に従い、1710年3月、党を批判した聖職者であるヘンリーサシバレルの、 弾外に賛成投票を行った。アシュリー・ハウス・ジョン・プレストン・ニール作八8 1 8年ボイルは1715年1月、シャノン支社区の不評連帯の大佐となり、その年の終わりに、再び選挙区を変え、イースト・グリーンステッドに移った。1716年、アイルランド王国の陸軍幹部に加わった。1720年、ボイルは、 アイルランドの王国陸軍の最高司令官となり、生涯その地位にいた。1721年6月、リチャード・ウェアリングは、騎兵連隊の大佐の地位をボイルに7500ポンドで売却した。同年ボイルは、アイルランド数密院のメンバーになり、翌1722年アイルランドの首席裁判官の一人になった。また同年コーク氏の名誉市民となったが、 誓願の結果議席を失ったものの、その年終わりの補欠選挙で再び返り咲いた。1727年3月、ボイルは第4級兵隊の大佐となり、1735年12月18日、将軍に昇進した。1737年にはポーツマス知事になり、1739年6月17日には陸軍元帥に昇進した。 ボイルは1740年12月20日、ウォルトン・ウォン・テムズの自宅、アシュリー・ハウスで成去し、同じく、ウォルトン・ウォン・テムズにあるセント・メアリー教区教会に埋葬された。教会には、彼の記念碑が設けられている。ボイルには、男子の子供がいなかったので、シャノン・シャクイは廃絶となった。1704年6月6日、ボイルは、 第6代同セット伯爵チャールズ・サック・ビルの被着室子で第3代オーラリー伯爵ライオン・ネル・ボイルの未亡人だったメアリー・サック・ビルと結婚した。メアリーは子供のないまま12年後に亡くなった。その後1720年1月、カンブリア、ネザーホールのジョン・センハウスの娘、グレース・センハウスと結婚した。夫妻は娘一人を設けた。シャノン・シシャク・ケイフズ。 ありがとうございます。